どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ハミングです。最近忙しくてあんまりゲームする時間がなかったのですが、先日ね、やっとこさホグワーツレガシーをクリアしました。で、探索ばっかしまくってたらね、なかなかちょっと進まなかったんで、後半の方はねメインクエストに集中して駆け足でクリアしました。今回の動画ではね、そんな探索しまくってたら見つけたハリーポッターやファンタスティックビーストの映画とのつながりや小ネタなど、このゲームをプレイしていて気づいた部分なんかをロケーション編、人物編、魔法動物編に分けて、実際にねゲームをプレイしながらいくつかご紹介させていただきたいと思います。で、まだ PS4 版やねスイッチ版を購入する予定でプレイしていない方にとってはちょっとねネタバレになるようなことも言っていくので、その辺はご注意ください。あと動画の終わりにね、このゲームをクリアしての、感想なんかも話しているんで、ぜひ最後までご視聴していってください。それでは行きましょう。さてと、じゃあロケーション編ということで、ホグワーツの中とかその他ホグズミードとかね、いろんなところにある映画に出てきたようなところを紹介していこうかなと思います。そしたらこの正面の入り口になるところかな、この広場があるんですけど、そこをちょっと下っていきます。で、ちょっと下っていったところにここね入り口があります。ここに地下港というところがあるんですけど、行きますか。はい、着きました。ここですね、船着き場になっています。これ何かっていうとね、これですね、地下港。高架橋の中庭の地下奥深くに設けられた港、黒い湖を渡ってホグワーツへと侵入生を運ぶ船が着岸すると書いてあります。つまりですね、ハリーたちが賢者の石でね、初めて船に乗ってホグワーツを訪れたと思うんですけど、その時はここの船着き場に到着したっていうことなんですね。てっきりね、船着き場といえばこっちのイメージがあるじゃないですか。なんで賢者の石でもみんなここで船を降りてこの階段を上がって行ったのかなと思ったんですけど、実はもうあっち側にもね入り口があったんですね。じゃあついでに船着き場に来たということなんで、ここね、いろんな人が喋ってますけれども、ここの船着き場も分かる人は分かるんじゃないですかね。そうです、死の秘宝のパート2でセブルス・スネイプがヴォルデモートにね殺されてしまったところですね。ここでスネイプはヴォルデモートの蛇であるナギニにやられてしまうんですよ。で、このガラスの後ろのところにハリーがいて、その一部始終をハリーは見てたっていう。で、その後ね、スネイプの涙を持って憂いの震いでスネイプの真実を知るっていうね、えめちゃくちゃいいシーンがあるんですけど、その場所です。さて、じゃあ続いてはここですね、石岩の魔女の抜け道。これもハリーポッター好きな人ならわかると思うんですけども、ハリーポッター第3作目のアズカバンの囚人でね、ハリーがこう透明マントを使ってホグズミードに行った道なんですよね。ここですよね、ここでハリーが透明マントを使ってこっそりホグズミードにこうやって行こうとするんですけど、フレッドとジョージに捕まってしまって、このままこうわーっと引きずられていくんですよ。そしてこの横のこの階段のところにね連れて行かれて、さあハリー、上級生の仲間入りだぞ。何する気？このボロクズは？へへ、ボロクズだってよ。これは俺たちの成功の秘訣だぞ。君にやるのは惜しいんだぜ。でも決心した。君にはこれが必要だ。ジョージ、始めてくれ。我、よからぬことを企む者なり。ムーニーと、ワームテール、ポットフット、プロングスの、自信作。忍びの地図？ずいぶんお世話になった。これ、ホグワーツじゃないか。本当に？校長は書斎で歩いてる。いっつもさ。ここに映ってるのってみんなさ。みんな？みんな。どこで何してるか一目でわかる。すごいや。どこで手に入れたの？フィルチのとこから失敬した。1年の時。いいか、城を抜け出す抜け道は7つある。おすすめはこれだ。石岩の魔女の道。ハニーデュークスの地下室に出る。急げよ。フィルチがこっちに来る。いいか、使い終わったら地図を叩いてこう言うんだ。いたずら完了。じゃないと誰かに読まれちまうっていうシーンのところですね。これがやりたかった。ここでフレッドとジョージが言っている石岩の魔女の道っていうのがさっきの像のところですね。で、
このゲームね、実際にあの石岩の魔女の道通ってハニーデュークスの地下室に行くことができるんで、いや再現度がすごいですよね。さてと、ここがね、スリザリンの寮の入り口のところになるんですけど、まあ、僕グリフィンドール生なんで、もちろん入れません。で、この近くにね、トイレがあるんですよ。こっちですね、この女子トイレ。ここも見覚えあるんじゃないですか、皆さん。この形、そしてこの洗面台。そうです。秘密の部屋の入り口ですね。で、ここフィールドガイドのページがあるんですけど、これか。スリザリンの手洗い台。一見普通の女子トイレの手洗い台だが、銅製の蛇口に小さな蛇が刻まれている。これが何を意味するのかは誰も知らない。ね。第2作目、秘密の部屋をね、ちゃんと見たことがある人ならお気づきだと思うんですけど、あの映画にもね、蛇口のところに小さな蛇が刻まれてましたよね。いや、細かいな。これ匂わせてるんですよね。ここにサラザール・スリザリンの秘密の部屋があるぞっていうのを。いやー、これ最初に見つけた時、めちゃくちゃテンション上がったな。こっちのトイレにはね、嘆きのマートルがいるんですよ。で、トイレの個室って結構小ネタというか、なんかあるんですよ。例えばここやったら、ね、植物がいっぱい置いてあったりします。で、ここのトイレじゃないんですけど、別のトイレにちょっと行きますか。ほんとね、ちょっとホグワーツ広すぎてマジで道がわかりませんね。ちょっと別のトイレを今探してるんですけど、どこやったかな。こんなとこに校長がいるんやけど。フィニアス・ブラック。この野郎。うろちょろしてたら夜になっちゃった。早くトイレを。早くなんだ?ここや、ここ。このトイレですね。ここのトイレの、この一番奥のトイレかな?ほら、これポリジュース薬でしょ。トイレと言ったらポリジュース薬ですもんね。秘密の部屋でハリーとロンとハーマイオニーが変身するために作った薬ですね。それがここで作られていると。いやー面白いなー。こういう小ネタを見つけるのがもうこのゲーム楽しくてね。めちゃめちゃ城中歩き回ってますね。さて、時計塔の方にやってきました。ここですね。この扉をくぐると、監督生のお風呂というエリアですね。いや、これも皆さん知ってるでしょう。炎のゴブレットでね。あ、ちょっと待って。フィールドガイド取れてなかった。レベリオ。おー。監督生用の浴室。監督生用の浴室には、プールほどの大きな浴槽があり、魔法の石鹸やカラフルな泡で一般にできる。人魚があしらわれた壁画も特徴的。人魚っていうか、マーピープルなんかな。第4作目の炎のゴブレットでドラゴンの卵をね取ったハリーがその謎解きをするために訪れた場所です。ここのお風呂の湯船にそのドラゴンの卵をつけて中でそれを開けると歌が聞こえるんですよね。探せ声を頼り地上では歌え探せよ一時間我らが捕らえし者っていう歌を。以上です。はい。さて次は天文台にやってきました。ここも皆さんご存知でしょう。ハリーポッターと謎のプリンスでダンブルドアがね殺されてしまった場所です。マルフォイがねダンブルドアに向かって杖を向けてね、わからないのか、あなたを殺さないと僕が殺されるって言ってるところにスネイプがやってきて、セブルス頼むアバタケダブル。それをねハリーはこの下から見てるんですよね。この下の空間まで再現されとるわや。いやーすごいなー。ここはここもね天文学の授業で訪れるんですけど、あ、ここやんって思いましたね、その時。はい、じゃあトロフィー室にやってきました。ここにはなんか数多くのトロフィーが置かれているっていう、まあその名の通りの部屋なんですけど、などね、これですね。これ何かっていうと、まあでもパッと見て分かる人もいるんじゃないですかね。思い出してみてください。第4作目を。これね、炎のゴブレットなんですよ。これですね。炎のゴブレットの箱。宝石が散りばめられた年代物の箱。炎のゴブレットが収められている。13世紀後半に三大魔法学校対抗試合が始まって以来、炎のゴブレットは王者の戦者を務めてきた。って書いてありますね。この中に、あの小汚い炎のゴブレットが入ってるんですよ。
ね、映画でもね一瞬映りますよね。こうダンブルドアが杖を掲げるとパーって溶けていって中から炎のゴブレットが出てくるっていうね、こんなところに普通に置いてあるんですね。でこのトロフィー室の一角にねクディッチのコーナーがあるんですけど、そこにねちゃんとほらブラッチャーとクワッフルが置いてありますよ。映画ならねこの辺にスニッチが入ってるんですけど、ここにはないですね。スニッチはねグリフィンドールの談話室で飛んでます。さてと、ここですね。ちょっと分かりにくいんですけど、この絵画だらけの廊下があるところに、ここにね、ポツンと部屋があるんですよ。これ中開けてみると、こんな感じの部屋になってます。これも見覚えある人は見覚えあるんじゃないでしょうか。第4作目、炎のゴブレットで、スネイプとイゴール・カルカロフがなんか密談してた部屋ですね。闇の印をこう見せ合ってるシーンがあるんですけど、たまたまね、ハリーがそこを通りかかって、で、スネイプに、またお前たちポリジュス薬を作ってるんじゃないだろうな。尻尾を掴んでやるぞって言われるところですね。ここもね見つけた時めちゃくちゃテンション上がりました。うわあの部屋やんっつってね、こうはしごちゃんとあるんですよね確か映画でも、ちょっとうろ覚えなんですけど。でもしかしたら違うかもしれないんですけど、アズカバンの囚人でハリーがね忍びの地図でピーター・ペティグリューの名前を見つけて、で歩き回ってた廊下が多分ここなんじゃないかな。おい明かりを消せっつってルーモス、こうやってルーモスってこうやってさ歩いてたら、明かりを消してこっちは寝とるんじゃっつって怒られるシーンがあるんですけど、そこじゃないかな。ほんでこの道をそのまままっすぐ行ってこっち側に出ます。ここですね。ここはなんとピエール・トータン・ロコモーターのところですね。知らん人からしたら何を言ってんねやこいつって思うと思うんですけど、一番最後の死の秘宝パート2でマクゴナガル先生がホグワーツを守るために使った呪文でピエール・トータム・ロコモーターっていうのがあるんですけど、その呪文を使うとこのホグワーツにあるこういうなんていうんですかね、石でできた鎧兵士たちが動き出してホグワーツを守るんですよね。この呪文一度使ってみたかったんですわっていうね、興奮するマクゴナガル先生が見れる唯一のシーンです。さて、じゃあ中庭にやってきました。ここにあるちょっとねめちゃくちゃマニアックやと思うんですけど、ここあそこなんじゃねっていう場所があるんですよ。この部屋ですね。ここアロホモラで鍵を開けないと入れない部屋なんですけど、ここが分かる人いるかな。ここマジこれ、いやもう確証はないんですけどね、確証はないんですけど、あの部屋なんじゃないかなって思ったんで紹介しておきます。ファンタスティックビーストの2作目黒い魔法使いの誕生ですね。でニュートの回想シーンっていうか、ニュートが学生時代のシーンがあるんですけど、そこでねニュートが傷ついた大ガラスを保護してるシーンがあるんですよ。まあ、そこにリタレストレンジが来てね、これ君のうちの家紋だろうみたいな話をするところがあるんですけど、そこやと思うんですよね。一応比較のために画像も今貼ってると思うんですけど、この窓際でニュートが大ガラス見てたんじゃないかなっていうね、やと思います。そうであってほしい。もしかしたらマニアックな人やったら同じようなこと思った人もいるんじゃないでしょうか。皆さんどう思うかはちょっとコメントの方でちょっとご意見ください。いやちょうどそのリターレストレンジがこうね追いかけられて逃げ込んだ部屋なんですよ。でそこの逃げ込む直前のシーンでこの辺を走ってるんですよね、中庭ので、ここにパッて入るっていう感じなんじゃないかな。でここ階段上がっていったらニュートがいるっていう、多分その部屋やと思うねんな。よし、じゃあホグズミードにやってきました。まあホグズミードはねやっぱり映画でも登場してた場所ですからご存知のところも多いと思います。例えばこのねゾンコのいたずら専門店だったり、ここですねハニーデュークスのお菓子屋さんで、ハニーデュークスの中にはねいろんなお菓子があって、こうつまむぎすることができるんですよ。やばいやろこいつ。でこれを食べると体が浮くっていうね。すごない。でこれですね、このビスケットみたいなのがあるんですけど、これを食べるとの鳴き声が出せるっていうやつですね。
これも皆さん知ってるでしょう。第3作目アズカバンの囚人でハリーたちグリフィンドール生がね、談話室でこのお菓子食べていろんな鳴き声を出すっていうシーンがありましたよね。ロンがライオンだったり、ネビルが確かゾウで、シェーマスが猿やったかな。でハリーがそれはよせって言って食べたやつが耳からポッポーって出るんですよね。これ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 なんですよ。いやー細かいな、面白い。まあハニーデュークスはこんな感じです。でちょっとね、今回紹介したいマニアックなところで言うとですね、この下下っていくと三本のほうきというね、まあ、居酒屋さんっていうのかな、お酒が飲めるなんか大人の、あちょっと待って、フィールドガイドのページあったわ。三本のほうき、現在シローナライアンが経営する三本のほうきはホグズミードと同等の歴史を持つと言われており、バタービールやファイアウィスキーを求めて村人やホグワーツの生徒たちが長年にわたって集まり続けている。そうですね、バタービールが飲めるんやな、ここでね。でちょっとこっちをとか、なんかいろいろサブクエのなんか声がかかるんですけども、今回紹介したいのは三本のほうきの建物の一番上に行きます。ここですね、この部屋。これ分かる人いるかな。一応ねここにもフィールドガイドがあったんで紹介しておきます。これですね、三本のほうきのプライベートルーム。三本のほうきのプライベートルームは酒場のメインホールとは別の奥まったところにあり、個室スペースとして提供されている。ホグワーツの教授陣もあまり生徒に出くわしたくないときはこの部屋を利用するらしい。当然と言うべきか、先生たちが別の部屋を使っていることは生徒にとってもありがたい。ということで、ここはなんか生徒にあんまり聞かれたくない話とかをする場所なのかな。これね、多分ね、アズカバンの囚人でマクゴナガル先生とコーネリウス・ファッチとこの3本のほうきの店主かな、3人でシリウス・ブラックの話をしてるシーンがあるんですけど、多分そこなんですよね。ハリーがね透明マントでそこに入っていって、シリウス・ブラックが父親と母親を裏切ったっていう話と、あと実はシリウス・ブラックが自分の名付け親やっていうのを知るシーンですね。多分そこの部屋やと思うんですよね。ね、結構こじんまりとした部屋やったし、暖炉もあったんでね、おそらくここなんじゃないかなと思います。はい、間違ってたらすみません。はい、じゃあね、まあロケーション編ということで、いろいろね映画とつながりのある場所をいくつか紹介させてもらったんですけど、まあまだまだこんなもんじゃないとは思うんですよ。多分もっといっぱいあるんですけど、それ紹介してたら多分もうキリがなさすぎるので、今回はこんな感じということで。じゃあ次は、人物編ですね。ハリーポッターの映画にね登場したキャラクターとつながりのある人物をちょっと紹介していこうかなと思います。ではどうぞ。ウィーズリー一族といえばね、まあハリーポッターを見ている方ならご存知の通り、物語のメインキャラクターであるロンの一族ですね。まあ一族みんながね赤毛っていうのが特徴で、意外とね魔法使いとして優秀な人物が多いんですよね。で今作のホグワーツレガシーでも副校長で変身術の教授であるマチルダ・ウィーズリー、主人公の同級生で魔法薬学が得意なギャレス・ウィーズリーなどが登場します。ハリーポッターではシリウス・ブラックが有名なブラック一族ですが、今作ではなんとねホグワーツ校長であるフィニアス・ブラックが登場します。まあ自分以外の人間にはねほとんど興味を示さず、生徒にもほぼ無関心というね、まあ、ダンブルドア校長とはね全く違う性格をしていますね。シリウスのヒーヒーおじいさんにあたる人物ですね。で映画ハリーポッターシリーズと不死鳥の騎士団でも一瞬だけね肖像画の中の人物として登場しています。ちなみにフィニアス・ブラックはミッションインポッシブルシリーズでおなじみのサイモン・ペックが演じています。主人公の同級生でリアンダー・プルエットという男子が登場しますが、なんとこいつね、このプルエットっていう姓はロンの母親であるモリーの旧姓なんですね。まさかねこんなところでつながりがあるとは思いませんでした。
さて、またまた主人公の同級生でスリザリン生のね、オミニス・ゴーントという人物が登場します。彼のゴーントという姓はですね、サラザール・スリザリンの家系にあたるんですね。ハリー・ポッターにもこのゴーント一族が登場するんですけど、まあ、皆さんご存知ですかね。なんとね、あのヴォルデモート教皇トム・リドルの母方の姓なんですね。ゴーント家は代々ね、まあスリザリンの家系ということで、みんながパーセル・マウスなんですけど、今作に登場するねオミニスもヘビ語を話すシーンがあります。ちなみにね、このオミニスがヘビ語を話すサイドクエストが、サラザール・スリザリンの秘密の書斎を訪れるんですけど、そこの書斎にあるスリザリンの書き置きみたいなものがあるんですけどね、それがね、映画のね秘密の部屋につながるような書き置きになってるんで、いやこれはね必見です。ぜひプレイして見てみてください。さて最後は今作の悪役にあたるルックウッドですね。まあ、プレイしてる時にね、すごい聞き覚えのある名前やなって思って、すごい記憶を辿ってたらですね、炎のゴブレットで憂いの振るいを使ってね、イゴール・カルカロフの裁判を見るシーンがあるんですけど、まあ、その時にイゴール・カルカロフがね告発するデスイーターのメンバーの中で、魔法省にスパイとして潜り込んで内部情報を闇の帝王に流しているっていうね、オーガスタス・ルックウッドっていう人物の名前が出てくるんですけど、そいつでしたね。えらい何とも言えないところからチョイスしてきたなって、これマニアックですね。はい、じゃあ次はね、魔法動物編ということで、ハリーポッターやねファンタスティックビーストに登場した魔法動物がホグワーツレガシーにも登場しているので、そちらを紹介していきたいなと思います。はい、とこんな感じでね、いろんなね魔法生物がいっぱいいます。じゃあまあ一体ずつ紹介していきましょうか。はい、こちらのハイウィング、ヒッポグリフという生物ですね。アズカバンの囚人で出てきましたね、バックビークっていう名前のヒッポグリフが、それと同じです。かなり気高い生き物なので、礼儀正しく接しないと怪我させられてしまうぜっていうやつですね。じゃあ次はね、ニフラーですね。ニフラーはねファンタスティックビーストに登場しますよね。キラキラしたものが大好きで、こうお腹のポケットの中に入れるんですよ。やっぱ結構人気あるんじゃないですかね、ニフラーは。ここでもね、あれと揉めた、やべ、こう毛をねこう毛づくろいしてあげると可愛いですよ。はい、そのままお腹にしまってしまうっていう、ね、可愛いな。はい、続いてはフーパーですね。色鮮やかな鳥、人の正気を失わせる歌声を発する怖っ。こいつはねファンタスティックビーストに登場してますね。ちゃんとは映ってないんですけど、あのチラって映ってます。ニュートのカバンの中の動物を育てるね、保護する空間があるんですけど、そこにチラリと映ってました。はい、続きましてはニーズルですね。見た目はちょっと猫っぽい動物なんですけど、このニーズルはね、まあ、ニーズル自体は登場しないんですけど、ハーマイオニーが飼ってるクルックシャンクスっていう猫がいるんですけど、あの猫は確かニーズルと猫のハーフやったかな、ちょっとごめんなさい間違ってたらすいません。でここにも書いてあるんですけど、知能が高く不審者や信用に値しない人間を見破ることができるっていうことが書いてありますね。クルックシャンクスもね、ピーター・ペティグリューがねスキャバーズにこう変身してるっていうのを見抜いて、あんだけ追いかけてたっていうね、まあ、知能が高かったっていうのがあるんですけども、それはニーズルの血を引いてるからっていうことなんでしょうね。よし、じゃあ次は海岸の育成エリアにやってきました。ここにもねいろんな魔法動物がいるんですけど、映画に登場していたっていうもので言うと、こいつですかね、ディリコール。危険から逃れるために姿を消したり表したりできる特別な能力を持つって書いてあるんですけど、これもねファンタスティックビーストのニュートのカバンの中にいましたね。なんか瞬間移動みたいなことをする鳥が出てきてたんですけど、こいつですね。瞬間移動してくれへんかな、あんまりここじゃしてくれないのね。まあこいつですね。他にもね、こうジョバーノールっていう鳥がいたり、巨大紫ヒキガエルとかね、
あとはこのパフスケインっていうのもいるんですけど、こいつらは出てたかな、映画に。もしかしたら出てたかもしれないんですけど、ちょっと僕見つけられなかったですね。気持ち悪いなこいつ。パッと見可愛いけど舌ベロベロ出してこいつ気持ち悪いな。一番の好物は鼻クソって書いてあるぞ。さて次は夜の森の空間にやってきました。さあここにはねおなじみのモンスターたちがいますよ。モンスターとか言ったらあかんな。魔法生物がいます。まずはこれですね、セストラル。不気味で羽の生えた馬のような動物、死を目撃した人にしか姿が見えない。これはハリーポッターの第5作目の不死鳥の騎士団で登場しますね。セドリックの死を目撃したハリーがこれ見ることができるようになるんですよ ね。死を目撃した人にしか姿が見えないってすごいよな。だから見えへん人には全く姿が見えないんですよ。馬車を引っ張ってたりするんですけど、もう死を見たことない人からしたら勝手に動いてるように見ると、馬車が。はい、次はこいつユニコーンですね。ユニコーンはちゃんとした姿は出てきてないんですけど、第一作目の賢者の石で禁じられた森の中でね、ボルデモートがユニコーンの血を吸ってこう生きながらえてたっていうシーンがありますよね。ここには書いてないですね、血がそういう効果があるっていうのは。はい、じゃあ次こいつですね、ムーンカーフ。これはファンタビに出てましたね。これもなんかニュートのカバンの中の空間で、ジェイコブがね餌をあげてましたよね、こいつらに。月明かりの下で踊るんですって。だからね、ニュートのエリアでも夜の空間のところにいましたね。さて最後はこの広い平原エリアにやってきました。一番最初に目についたでしょうこいつ、グラップホーンという生物です。こいつもね、ニュートのカバンの中の空間にいましたよね。こいつが世界で最後のつがいなんだって言ってさ、ここ反応主っていう名前がついてますね。グラップホーンの顔には触手のような器官がついており、食べ物を掴んだり子供の世話をしたりするのに使われると。攻撃的な性格で知られるが、グラップホーンと親密な関係を築いた魔法使いの逸話もいくつか残されている。いや、この後にはねニュートも親密な関係になりますよね。さてラストですね、この鳥ですよ。これ見てください、この鳥、赤い鳥。いや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 、まさかねこの動物が出てくるとは思ってませんでした。不死鳥です。こんなダンブルドア一族の前にしか出てこへんもんやと思ってたからさ、まさか出てくるとはね。滅多に見かけられない優雅な鳥、強力な魔法を操り全身を炎に包み込んで残った灰から生まれ変わることもできる。不死鳥の忠誠心を勝ち取れるのは非常に賢く偉大な魔法使いだけである。っていうことはこのホグワーツレガシーに出てくる主人公も偉大な魔法使いなんですね。いやすげえな、まさか不死鳥出てくるとはな。ちなみにこれ魔法生物っていうか、僕らが自分で捕まえた動物ではないんですけど、この置物ですね、これを置くとビリーウィグというならハムシみたいなのがこう周り飛んでるんですけど、このビリーウィグも確かねファンタビに出てたんですよね。あのカバンの中から抜け出した動物のうちの一体ですね。こいつを捕まえてる描写がなくて、あれどうなったんですかっていう質問が結構来てたらしいですね。一応映画の中ではないでは映ってないけど、ニュートがちゃんと回収したらしいですね。じゃあそしたらですね、今回このホグワーツレガシーをクリアしての感想をちょっとお話ししていこうかなと思います。まずですね、やっぱりあのハリーポッターシリーズの世界がね舞台になっているので、当たり前なんですけどハリーポッターファンはねめちゃくちゃ楽しめるゲームでしたね。まあ今回の動画でも紹介した、まあ、ロケーションや魔法生物、あと呪文とか人物もなんですけど、うわなんか知ってるっていうのが多いんですよね。映画で見たことあるぞこことか、あこの動物ファン旅で出てきたぞっていうのが、めちゃくちゃ多くて、そのたんびにねすごい感動するんですよ。紹介動画とかもねいろいろわかりやすくまとめたやつ出してたと思うんですけど、まあ、そのコメント欄でも結構そのゲームとしてどうなんやみたいな、
ハリーポッターファンは楽しめるやろうけど、ゲームとしては面白いのどうなのみたいなところが多分あったと思うんですよ。皆さん気になってると思うんですけど、まあゲームとしてはね、面白かったです。普通に、なんか戦闘が単調で飽きそうとかいうのもあったじゃないですか。戦闘はね、全然ね、飽きなかったですね。どんな時でも楽しかったです。僕はね、プレイしてる時あんまりステルスで敵を倒したりはしなかったんですよ。なぜならステルスがめちゃくちゃ強いんですよね。目くらま手術使って、ペトリフィカストタルスかがもう強すぎて、割とね、敵拠点あっさり全滅させることとか全然できてたんですけど、まあ、それはね、ちょっとあまりにもあっさりしすぎてるので、僕がプレイしてる時はあんまりやらなかった。もう普通に正面からバッチバチにやり合って、プロテゴでカウンターしたりね、ステューピーバイ使ってカウンターしたり、いろんな呪文を駆使していかにスタイリッシュに敵を倒せるかっていうのを毎回ね、考えながらやってましたね。で、一応僕初見の時は許されざる呪文3つ覚えなかったんですよ。一応覚えるか覚えないかみたいな選択が出てきて、僕は覚えないを選んだんですけど、まああの3つの呪文を覚えてたら多分もっと戦闘楽になってたんやろうなとは思いますね。あと何が一番楽しかったってね、必要の部屋の動物と戯れたり模様替えしたりするのがね、地味なんですけどめちゃくちゃいいんですよね。なんか城の中探索するとかよりも楽しかった気がするな。まあ、動物の世話をするっていうのは、まあ、素材をゲットするためにやらなければならない作業ではあるんですけど、その作業がね、癒しでしたね。よかったなあれ。で、部屋の模様替えとかも結構細かくできるんで、暇があればやってましたね。で、ちょっと残念なポイントというか、っていうところが、ストーリーですね。ストーリーがね、あまりにも面白くなさすぎて、メインストーリーね。メインストーリーがあまりにも面白くなさすぎて、もう会話とか結構スキップしながらやってたんですよ。ざっくり、簡単にそのストーリーを説明すると、なんだろうな、古代魔術っていうのがこうキーワードなんですよね。で、その昔、その古代魔術を使って、なんかちょっと悪いことじゃないけど、暴走してしまった人がいたんですよね。で、その人が残したなんかとてつもない力みたいなのを敵が悪用しているっていう感じなんかな。で、それを止めますっていうお話なんですよ。で、その古代魔術の痕跡っていうのは、ある種その選ばれた人間にしか見えないんですよね。で、その選ばれた人間っていうのが今作のその主人公、まあ僕らですよね。僕らが操作するキャラクターですよ。で、その過去にその古代魔術を使っていて、その暴走した人のさらにその先輩にあたる、先輩というか古代魔術を使っていた4人のホグワーツの先生がいたんですけど、まあ、その4人から試練をもらって、その試練を乗り越えていって、あ、君なら大丈夫やみたいな感じの展開になって、で、最終的にそのとてつもない力を封印するのか逆に解放するのかみたいな選択を最後迫られて、まあ、どっちにするかでエンディングが分岐するっていう感じなんですよね。まあ、僕は前任を目指してたんで、初見の時はまあいい方のエンディングに行ったんですけど、なんかね、ストーリーがなんか薄いというか、なんで主人公がその古代魔術の痕跡が見えるのかみたいな理由の説明、まあ、あったかもしれないんですけど、よくわからなかったんですよ。多分なかったんちゃうかな、わかんないですけどね。僕があまりにも会話をスキップしすぎたせいで、そういう説明されてたのに僕が聞き漏らしてるっていう可能性もまあなくはないんですけど、そういうとこの細かい説明はないし、どっちかというとね、サイドクエストのストーリーの方が面白かったですね。いろんな生徒と一緒にサイドクエストをこなしたりすることがあるんですけど、そっちの方が面白かったね。その許されざる呪文関連のクエストがすごい面白かったです。あとは先行プレイの動画でもあったドラゴンをね、助けるクエストとかも、あれはめちゃくちゃ面白かったな。で、メインストーリーがちょっと残念ですね、このゲーム。まあ、もしね、次回作とかがワンチャン出るのであれば、その辺をちょっと改善してほしいかな。あとやっぱり、まあ、ゲームやからしょうがないと思うんですけど、キャラクターが薄いですねキャラが薄い。サイドクエストで出てくる人物の方がなんなら濃いな。最初からこう主人公に引率してるフィグ先生とかも、なん
かようわからんジジイやったし、もっと魅力的なキャラクターとか、あと敵もですね、敵もなんか微妙やしさまあ、とにかくね、あの微妙なんですよ、ストーリーに関しては。それはずっと頭の中でうわ微妙やなと思いながらやってました。やっぱりこうハリーポッターファンやからこそめちゃくちゃこのゲームは楽しめてるけど、ハリーポッター全く知らん人からしたら、あのホグワーツの中を探検するのとかは多分面白いと思うんですけど、ストーリーはね多分そんなに面白くないんじゃないかなと思います、っていうのが僕の感想かな。まあ、実際にねプレイしてクリアした方の感想も聞きたいんでね、コメントで感想書いてもらえると嬉しいです。あー、こんなこと思ってる人もいるんやなーとかの、全然ネガティブな内容のコメントでもいいんで書いてもらえれば嬉しいです。では、今回の動画はここまでということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ねしていただけると動画投稿のモチベーションになりますので、できればねよろしくお願いします。最近ねちょっとプライベートが忙しいので動画投稿の頻度が結構落ちてるんですけど、なるべくね頑張って投稿しようと思っていますので、引き続きねよろしくお願いします。次回の動画でねまたお会いしましょう。 See you! バイバーイ。じゃあね。